クソ、負けた。僕の名前は高戸健吾。今年は16歳です。ここは勉強します。トランペットはずっとに憧れの私。最後に水晶カップに参加する機会を持っています。ねえ、読んでいるか？あの新人がめちゃめちゃすげえな。て、まさか。最近僕の進んでましょう。ねえ、まあ。何かをする必要だ。多分でしょうか。そうだ。ケンゴくん。サナタ先輩。トランペットのチーフが俺だ。ダメだ。絶対に強くなります。生まれ変わる今ここで。すみません、黒崎先生。トランペットを強化する方法を教えてください。そう。私はあなたに2つの方法があります。最初は FBC です。運よりよくを行うことが必要です。2番目はスクニスペクトルを認定する方法を学びます。ビートのスペルに精通しています。あなたが戦争することができます。私はいくつかの基本的なリズム練習を持っています。これがとこれが基本的な練習が重要です。ではそれで撮りますよ。わかります、先生。ありがとうございました。頑張ります。このクズ。今日、私はあなたにスペクトルを習います。これはコンペティションのスペクトルです。名前は、三日月の舞。
僕は絶対に勝つ、その勝ちだ。イピケトランペット。好，我已经录了。笑，超级荒唐，看不到这里，笑看不到这里。好了。好困，好困难。变辛苦。请问你被学长霸凌的心情是如何？我想霸凌学长。去吧，快，现在闹。现在情况非常的激烈，那对上了，现在县城军被压制了，果然不出绝地的怒气啊！现在一个僵持之下，到底是谁会赢呢？让我们继续看。Bye-bye.